皆さんこんにちは、ゆるいぞ IT チャンネルです。早速ですが、今回はリバーシェルという通信方法を用いて Windows PC をハッキングしてみたいと思います。今回は少し難しい内容だったり用語が出てくると思うんですけど、説明を挟みながら進めていきたいと思うので、よければ最後までお付き合いください。今回使用する環境なんですけど、いつも使用している物理環境と仮想環境に Windows 10と Windows 11を用意したんで、このホストをターゲットとして仮 Linux から攻撃を仕掛けるっていう構成になってますね。まずはリバースシェルのペイロードを作成しましょう。まあリバースシェルは何ですかっていうとこなんですけど、簡単に言うとターゲットとしているサーバーとか PC から攻撃サーバーに対してアクセスしてくる通信方法のことをリバースシェルって言いますね。これだけだとちょっと何言ってるかわかんないと思うんですけど、通常であれば攻撃サーバーからターゲットホストに通信をして何かしらの攻撃を実行するっていう流れになると思うんですけど、まあただそういった場合って通信経路上のファイアウォールとか、あとは UTM 製品とか、 PC であれば Windows Defender とかセキュリティソフトによって怪しい通信って遮断されちゃうと思うんですよね。これを回避するために悪意のあるプログラムを用いて、ターゲットホスト側から攻撃サーバーに対して通信を貼ってもらえればいいってことになると思うんですけど、この通信方法というか攻撃方法のことをリバーシェルって言いますよと。次にペイロードっていう単語も出てきたと思うんですけど、これはターゲットサーバーに仕込むファイルのことですね。ペイロードってエクスプロイトが成功した後に実行されるコードのことになるんですけど、今回実施する内容であれば作成したペイロードを実行することでターゲットホストから攻撃サーバーに対して通信を貼るっていう、まあ、そんなような理解で大丈夫だと思いますね。という内容を踏まえて、まずはリバーシェルのペイロードを作成しましょう。ペイロードを作成するためには msfvenom っていうコマンドを使用するんですけど、これはシェルとかペイロードをコマンド形式で作成できるっていう、まあ、便利なツールになってますね。コマンドは msfvenom-p でベースとするペイロードを指定して、あとはリスンする IP とかファイルのフォーマット形式を指定して実行しますよと。そうするとセーバーズっていうことで作成されましたね。ここで使用するペイロードはリストコマンドで見れるんですけど、Android とか iOS とか Linux とか Windows って感じで、まあ、OS ごとに用意されてるっていう感じですね。ペイロードの作成が完了したらターゲット PC から取得するんで、一旦外部からアクセスできるディレクトリに移動させちゃいましょう。あとはウェブサーバーが立ち上がってない場合はサービスも立ち上げておきましょう。次にターゲットホストである Windows PC から今保存したディレクトリにアクセスして payload.exe っていうファイルをダウンロードしますよと。おそらく Windows Defender を有効化しておくと弾かれちゃうと思うんで、このあたりのリアルタイム保護とかをオフにしておきましょう。そうすると payload.exe っていうファイルがダウンロードできてますよと。次に仮 Linux 側でリバースシェルを待ち受ける状態にしておくんですけど、Windows PC から通信が来るんで、まあ、その通信を受けられる状態にしておきましょうっていう、まあそういった感じですね。まずはメタスプロイトを起動しますね。起動したら待ち受けに使用するエクスプロイトを設定します。今回使用するのはマルチハンドラーっていうエクスプロイトですね。今、ショーオプションズで設定を確認して、送信元が入ってないんで、まあこれを設定しますよと。あとは待ち受け側でもペイロードの設定が必要になるんで、まあリバースシェルを作った時と同じペイロードですね。まあこれを設定しますよと。再度ショーオプションズで見てみると、まあこれで一通り設定が入ったんで、実行可能な状態になりましたね。これじゃあエクスプロイトを叩いて実行しましょう。スタートリバース TCP ハンドラーっていうことで、セッションの待ち受けが開始しましたよっていうメッセージですね。で、ここまで来たら Windows PC 側でさっきダウンロードしたペイロードがあると思うんですけど、それをダブルクリックして実行しましょう。そうすると仮 Linux 側の表示でセッションが確立したっていうメッセージが表示されるんですけど、セッション1オープンっていうことで仮 Linux からターゲットホストに対して通信が確立しましたよと。セッションコマンドで見てみると、まあ今貼られてるセッションの一覧が確認できるんで、それでも確認することができますね。これでもセッションが開いてる状態なんで、Windows PC 側を操作できる状態になってるんですけど、何いろいろと操作できるようにするためにメタプリターっていうモードに遷移しましょう。これもペイロードの一種になるんですけど、ターゲットホストを制御しやすくするための機能が詰まったツールみたいなものですね。まあさっきセッションコマンドで見たセッション1ってやつを指定するとメタプリターのプロンプトが返ってきますよと。これでいろいろまあ操作ができるような状態ですね。 EWT とか DR とか操作系のコマンドが使えるっていうような感じですね。あとですね、デスクトップのスクショもまあ撮影できますよと。まあセーブトゥ JPEG っていうことで、まあこれで保存できましたよと。こんなような感じでデスクトップの画像が見えてますね。今の流れは Windows 10で実施してみたんですけど、 Windows 11で実行する場合も流れとしては同じですね。ペイロードも同じものが使えるんで、作成したペイロードを Windows 11上に設置して仮 Linux とホスト OS 上でセッションを貼れば完了ですよと。今回の流れを見てもらった通り、Windows PC の操作を奪うためには、ペイロードを仕込んで、それを PC 側で実行するっていう手間があるんで、簡単に実行できるものではないんですけど、このペイロードを何かのツールに仕込んだりとか、あとは巧妙な手口でうまく誘導されて実行しちゃうと、まあ今回のような状態になっちゃいますよと。なんでまあすでにもう気をつけてる方も多いと思うんですけど、怪しいファイルとか信頼されてないファイルっていうのは不用意に実行しないことをお勧めしますね。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた別な動画でお会いしましょう。